2月1日に春季キャンプをスタートさせ、ここまで対外試合9試合を消化している楽天。野手に関しては10打席以上立っている選手が多くなってきました。そこで今回の動画では楽天野手陣のここまでの成績を振り返り、誰が結果を残し誰がアピール不足となっているのか見ていきたいと思います。まずはキャッチャー陣から。ここまで一軍の対外試合に出場しているのは太田、堀内、石原選手の3名で、一番多く出場している堀内選手はここまで7試合に出場し、15打数の3安打、打率2割、1ホーマー2打点、OPS650。石原選手はここまで6試合に出場し、11打数の2安打、打率1割8分2厘、OPS432。太田選手はここまで5試合に出場し、11打数の3安打、打率2割7分3厘、OPS636 の成績となっています。第2、第3捕手争いの立場となる堀内、石原選手ですが、ここまでバッティングではアピールできていない状況となっており、正捕手最有力で総合力の高い太田選手に続くキャッチャー陣の争いは混沌としているでしょうか。個人的にはバッティングで違いを見せられる安田選手が現在2軍にいますが、ここからバッティングでどのようなアピールを見せてくれるのか注目していきたいところです。続いて内野手陣。小深田選手はここまで7試合に出場し、16打数の7安打、打率4割3分8厘、OPS1089 の成績と素晴らしいパフォーマンスを見せています。今シーズンから浅村選手がセカンドからサードにコンバートということで、小深田選手はおそらくセカンドでの出場がメインとなってくるでしょう。昨シーズンは自身キャリア最多の134試合に出場し、36盗塁と盗塁王のタイトルを獲得。今シーズンも楽天のリードオフマンとして走攻守での活躍に期待がかかります。続いて今シーズン高卒5年目となる黒川選手。ここまで対外試合9試合に出場し、26打数の9安打、打率3割4分6厘、2打点、OPS798。 主にファースト、セカンドを守り、バッティングでアピールしています。昨シーズンは2軍で92試合に出場し、打率3割7厘、5ホーマー55打点、OPS774。規定打席到達者の中では首位打者、最高出塁率となり、最多安打の活躍を見せるも、1軍ではルーキーイヤーを除くとキャリア最少となる9試合の出場に終わりました。2軍ではもうやることなし状態で、あとは1軍の壁を越えるだけといった黒川選手。今シーズン実質大卒ルーキーとなる年なので、今季こそ1軍の舞台で結果を残してほしい存在です。そして大卒社会人を経て2年目となる平選手。ここまで8試合に出場し、22打数の8安打、打率3割6分4厘、2打点、OPS711。 外野にも挑戦し、主にサード、レフトを守り、バッティングでアピールしています。昨シーズンは1軍出場がなく2軍暮らし、102試合で打率2割5分9厘、OPS686 の成績に終わった平選手。楽天の外野手事情としては左打ちの選手が多いので、右打者の平選手がこの調子でアピールし、外野のポジション争いに割って入れるか注目です。村林選手はここまで8試合に出場し、20打数の5安打、打率2割5分、1ホーマー5打点、 OPS836 と打率こそ高くないですが、長打率5割超えと複数長打を放っています。昨シーズン高卒8年目にしてブレイクし、夏場くらいからショートのレギュラーとしてチームを支えた村林選手。今シーズンは活躍した次の年、2年目のジンクスとなってくるシーズンだと思うので、昨シーズン同様の活躍、またはそれ以上の活躍に期待したいところです。そして今シーズンから新加入となった育成の山田選手。ここまで対外試合8試合に出場し、
16打数の5安打、打率3割1分3厘、1打点、OPS728。 主にショートを守り、ここまでバッティングでいいアピールが続いています。昨シーズン所属した日本ハムでは内野の全ポジションを守り、打率も29試合で2割6分8厘と、まずまずの成績を一軍で残した山田選手。ユーティリティで使い勝手のいい選手ですし、このままアピールが続けば支配下は規定路線といったところでしょうか。楽天が抱える育成野手の中では一番支配下に近い存在でしょう。最後に外野手陣。今年で35歳となるベテランの岡島選手は6試合に出場し、14打数の6安打、打率4割2分9厘、2打点、OPS1000。 同じくベテランの島内選手は5試合で11打数の4安打、打率3割6分4厘、1ホーマー3打点、OPS1000 と、ベテラン勢は順調に調整できているといったところです。辰巳選手はここまで対外試合7試合の出場で18打数の4安打、打率2割2分2厘、1打点、OPS555 という現段階での成績ですが、経験がある選手ですので、この時点での数字は気にする必要はないといった、そういった立場の選手でしょう。そして大卒ルーキーの中島選手。ここまで8試合に出場も17打数の2安打、打率1割1分8厘、OPS284。プロのピッチャー相手に苦戦を強いられているここまでとなっており、ここからどう対応していくか注目です。最後に、昨シーズンは代走、守備固めでの出場がメインだった田中和樹選手。ここまで7試合に出場も19打数の3安打、打率1割5分8厘、1打点、OPS411 と結果は出ておらず、アピールはできていない現状です。新人王を獲得した2018年以降、なかなかバッティングで数字を残せていませんので、なんとか今シーズンは足、守備だけでなく打撃でも存在感を示してほしい選手です。はい、ということで今回は対外試合9試合を消化した楽天野手陣の現時点での成績を見ていきました。皆さんはこの選手特に期待していますであったり、今シーズンこの選手に注目していますという選手はいますでしょうか。いましたらぜひコメント欄に書いて教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回の動画はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。